私はね、ちょっとこだわってね、ペンのガリ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 っていうのが好きなんですよ。それはね、私はね、少女漫画を描いてたって言ったでしょ。少女漫画を描いてる時はね、どういう漫画が受けるかなと思ってね、一生懸命ね、他の人の作品を見てね、ああ、女の子ってこういう子が好きなのかなと思って、無理やり作ってたのね。だけど、それはね、なんか非常に、とてもけなげな女の子なんだけど、非常に、親がね、ちょっと仕事の関係で帰ってこないとか、いろんなことで辛い思いをして、我慢して我慢して、それで学校でもいじめにあったりなんかしてね、差別されたりというようなことで我慢して我慢してっていうストーリーが多かったんで、そういう漫画を一生懸命私書いてたんだけど、だん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 自分でもストレスが溜まってきてね、もうある時ね、思い切ってね、その女の子はね、いじめに来た子たちをね、逆襲しちゃうの。もう負けてないっつってね、その女の子が、パン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 って男の子たちをね、殴っちゃうんですよ。そういう漫画描いた時は、そうしたらね、編集の人がね、もう その頃はタブーでね、女の子は絶対乱暴しちゃいけない。例えば、やんちゃなことしちゃいけない。もういつもいつもどんなことされても、我慢して我慢して、それで、涙をこらえて、だけどけなげに生きて、人を恨まないっていうような、もうそんな人間いないよと思うようなキャラクターが主人公だったんだけど、それをある時もう切れちゃったわけ。私も切れたし、キャラクターも。そうしたらね、編集の人がね、大変と思って、こんな漫画描いたら大変だっつって、書き直してくださいって言ったんだけど、私は仕事がちょっとギリギリ遅かったもんだから、書き直したら一週間かかるよって言ったら、しょうがない持ってって載せちゃったんですよ。ね。真っ白にして本出すわけにいかないです。そうしたら手紙がいっぱい来たの。そういうゆかちゃん大好きって言って、そういうパンパーンって叩いていく絵をね、真似していっぱいハガキに書いていっぱい来たの。あ、女の子だって男の子だって変わんないやって自分で気がついたの。いや、少女漫画も少年漫画も大人漫画もないな。人間みんな一緒だっていうことを気がついた時に、キャラクターがガラッと変わったんですよ。それで私は少し乱暴でやんちゃで、喧嘩ばっかりして宿題はしないとかね、そういう欠点だらけの人間を主人公にするようになって、私はガラッと変わって、ガン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 って登ったのか落ちたのかわからないんだけど、私の作風が変わって、仕事もわっと増えたことがあります。うん、ただ、明日の字を書いてる頃はね、一番疲れがピークになってたのかな。週刊誌になってね、私はそれまで月刊誌を書いてたのに、週刊誌ができて、少年マガジン、少年サンデーが出てきて、で、それに書くようになってから、締め切りが今まで月に一遍だったのが、毎週締め切りが来るようになった。ね。それでね、ただ、その、週刊誌のペースっていうのはね、自分の体力やなんかわからないんですよ。若いからね、その頃若かったから、まだ20代だったから。だから、体力が続く限り頑張ったんだけど、それが疲れが溜まってたんでしょうね。何度か病気しましたね。うん。特に主人公、キャラクターがね、力士とがね、死んでしまった、ね、っていうことが、キャラクターが死んでしまった時にね、その減量で、もう何にも食べない、何も飲まないで、それですごく大変な熾烈な、その試合が始まって、打ったり打たれたりで、倒したり倒されたりっていうようなものをずっと書いてたら、自分もおかしくなっちゃったんだね。それで、何度か入院して、その時はもうさすがに、編集の人もね、もう入院しちゃったんだから。もう、だけど、そうやって何週間かちょっと休みましたけど、その時は一番大変だったかな。小説でもそうだし、音楽作る人もね、その条件に合わせて自分がその、例えば野原にいて、そよ風が吹いてっていう状況を一生懸命想像して、そういう世界を感じながらこうやって書くから、そのリアルな、ね、音楽ができたり、小説が書けたりするんで、どんな世界でも一緒だと思うんですけど、漫画の場合は本当に、そのキャラクターの一人一人と、その一人一人が、持ってる家族だとか、
ペットだとか、それからライバルだとか、その環境ね、学校に行ってんだったら、その高校時代の友達のことを書いたり、その友達は貧しいのかお金持ちなのか、ね、着てるものは全部違うわけですよ。そういうものを全部考えながら話しならないから、それは漫画を描くしか、私は漫画を描くしかないんだけど、漫画は大変だなと思います。だけど自分で全部決められるからね。映画作るところはね、現場は私覗いたことありますけど、監督とね、助監督とね、カメラマン、カメラとかね、いろんな俳優さんも含めて喧嘩してるんですよ。喧嘩しながら作ってるわけ。いや、それは違う。こんなセリフ言わないはずだとかね。こんなもの着てないだろうとかって。喧嘩しながら作ってる。あれ大変だよ。漫画家は全部自分で決められるんだから。だからそういう意味ではね、すごく幸せ。